じゃあモードは一番優しいエコモードで、はい、これでもペダルを漕がずにこのアクセル回した、はいはい、おおすごい、おおめっちゃ気持ちいい、これ漕いでないんだ、すごい快適だよ、すごい、これいいっすね、人力とモーターで2倍になっちゃうので、すんごい加速します、なるほどです、で、すごい進みます、おー僕は2つの理由を持っていて、はい、1つはバッテリー切れがやっぱ心配だと思うんですよ、もうバッテリーが切れた時は動力がないので手押ししかないんですよね、東京とか坂道多いんで、はいはい、急な坂だとパワーが足らなくて、うん、モーターだけだと上がらないんですよ、あー、なるほどなるほど、でこの2つの原因で実際に日常生活で使うのにはいろいろ支障があると思うんですけど、あの今回うちが出させていただくこのグラフィットバイクはあのそのどちらもカバーできると信じているので、うんうん、実際にその普及電動バイクの普及のきっかけになればなと思ってます、そうそう、これで B 言うたよ、あ、それがクラクションなんですね、はい、そうなんです、こっちにすると左がついて、うん、こっちにすると右がつく、これ速度メーターでミラーがあって、ここにスマホとか、スマホでここ充電できます、怖い、東京怖い、何言ってんの、いつも千葉しか運転しないから、千葉県民だから怖いよね、怖いんですよ、なんか言っていけよどうですか、すごく快適です、快適、今漕がずに来たよね、はい、漕がずに来ました、もうスーって感じ、はい、でもこれエコモードなんですよ、一番、あ、エコモードで来れたんだ、はい、へー、エコモードで、あ、じゃあこれぐらいの坂だったらエコモードでもロボット来れるんですね、そうですね、行けますね、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあまたお会いしましょう、お会いしましょう、バイバイすごいすごい。